こんにちは、兼業主のケンです。今日はトマトとバジルのイタリアンそうめんの作り方を紹介します。そうめんにトマトやオリーブオイルをあえるだけとさっと作れますし、トマトもバジルもさっぱりしているので、これからの暑い季節におすすめです。それでは早速作ります。完成しました。バジルの爽やかな香りが広がってます。それでは早速いただきます。バジルとトマトをね、一緒にいただきます。うん、おいしい。バジルの爽やかな香りとトマトのさっぱりさ、これがね、めちゃくちゃ合います。そしてオリーブオイルのふくよかな風味とそうめんの香り、これもね、全然喧嘩してなくてめちゃくちゃ美味しいです。これね、どんどん食べちゃいます。うん、麺だけ食べてもね、美味しいです。めちゃくちゃさっぱりしてますし、これからの暑い季節にね、本当におすすめです。もしね、もっとボリューム感を出したい方はツナをね、加えてもいいかと思います。レシピはいつも通り下の概要欄にまとめておきますし、この画面をスクショしても OK です。これからの暑い季節にぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介します。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回。バイバイ。よし、オッケー。食べよう。